はい、では続きをやっていきたいと思います。なんか魔族を倒しに行くんだよね。ゴレアル様だっけ、わかんない、名前がちょっとあやふや。はい、え、あ、待って、はい、設定します。とりあえずここから移動しろってことかね。まあいいや、とりあえずレベルを上げつつ行きましょう。もうね、そんなに日数もないんですよね、おそらく。はい、方向、あとやってくれ。いいよ、強い。まあ防御でいいかな。まあそんなね、悩むこともね、津波さんが攻撃してくれば済む話なんですよね。オッケーオッケー。もう結構でもぬかぱたくんも攻撃を与えられるようになってるね。おお、いいよ。さあさあ、レベルが低いところではモントレルさんの評価を上げていきましょう。遠征はもう超有名人から上がんないのかな。まあ、超有名人だったらね、それ以上の名声は何だって話だからね。極秘情報、意外とギャンブラーだねこの人は。真面目になったね。あ、ダンジョン？あれ？消えた。もうなんか転移魔法、モンスターハウスみたいなところ行っちゃうんじゃないの？プライベート法を持つ子、すげえな。なるほどね。なんだが、こちらには四天王の、え、2体いるじゃん。四天王の津波さんいんから。津波さんだって体鍛えてっけど、俺より体力あるからね。おお、でも結構いいね。まあさすがに魔法系は弱いと考えてもいいのかな。まあ防御すっからね。攻撃ルカパット、いいクネス。まあ防御で。あと津波さんがね、しっかり攻撃をしてくれればいい話。インフレのソード打ってくれるから、ユニコーンの角で MP を回復させてあげると。 OKOKOK、 いい感じじゃない。インフレのソード B に打ってくれる。まあ攻撃が、まあ別に津波さんの回復に努めましょう。もう全然余裕ですねこれは。間違えた。なあ、一応モントレルさんの MP も回復させておいて、インフェルノソード打ってくれる。じゃあもう回復、 OKOK、 いいよ。攻撃でいいでしょう。褒美をくれる。へえ、なるほどね。お、珍しく塩らしいね。俺お前をなんかすごいこわもてのおっさんだと思って仲間に誘ったからね、俺はね。なぎなた。ダンジョンはレベル27か、ちょっと27怖いね。まあいけるか、まあいけるかがね、油断のもとでねやられる可能性もあると。お、レベル上がる、いいよ。まあとりあえず速さと体には振り、
サーボス、トレント、コロボックル、報告。分身とかなんかやってんな、めんどくさいね。まあまあ防御しよう。いいよ、ナイス。あー毒になった。こういう時はキュアオールでね。オッケーオッケー。インフェルソード打ってくれる。これはもう勝ち確でしょうね。お、津波さんのレベルも上がる。ちょっとお買い物したい道具。あれ買えない感じ。持ち物がいっぱいとか、ああそういう話だ。じゃあかけらとか使っちゃおうか。持ち物いっぱいっていうのもあんだね。じゃあ道具を買いましょうか。キュアが欲しいんだよね。メガストレングス、アンチレジスト、もうインフィルノソードも使えると。ただね、俺が使ったところでクソ弱いからさ、だったら無駄だと。シールド、まあシールドオールとか買っといてもいいかもしれないね。攻撃をそらす、なるほど。お金もそんなあるわけじゃないからね。これ買っとくか、サバイバル。まあいっかな。では弱いからモントレルさんのお話を聞いて、あ、つまみじゃない、なんかスキルがつけばねありがたいですので。わかんないの。お、報酬に目をくれない。泣き出したよ。うわ、もうあのなんかドット絵で見たイメージと全くもって違う。こんな人だと思わなかったな。まあね、迷惑かけたくて何かやってるわけじゃないわ、それわかるよ。何をしてもね。まあね、もうね、津波さんいればなんとかなるからね、戦闘はね。まあね、迷惑をかけてたかもしれないね。まあ仲間だからね、やっぱね。あ、こいつ、こいつ刺されるわ、いつか。絶対刺されますわ。一人吸気好きだからね。刺されるどころの話じゃないよ。笑顔。お、これでスキルは入手したっていうこっちゃね。ちょっと確認。これ一応その固有スキルみたいなのはゲットしたことになるのかな。間違えた。モントレールさん20歳。87歳。17歳。うん、80歳なんて見なかった。みんないいねっていう感じで。おお、魔法防御力プラス20、すごいね。結構いいスキルだね。魔法防御が上がるのはすごいありがたいな。タンクとしてもね、活躍できるので。うちのルカバト君は本当にアイテム使う係だから。じゃあここからも経験値レベルを上げる感じで。パン屋でアルバイト。働きのある、通常の3倍。まあ手伝いに行こう。この子も確かなんかあれだね、勇者候補というか仲間になってくれるやつだね。
お、体だ、1上がった。体だっつったよ。あ、もう着いたね。じゃあ倒しに行きますか。火山道レベル29か。ちょっと不安じゃない？おお、ありがてえ。ボス前にね、レベルが上がるのは。もう100も超えたね、魔法防御力も。いいんじゃないの。まだね、津波さんに体力届かないってのがちょっと悔しい。魔法を、まあスキル、まずは方向ですね。おお、やっぱ強いね、ウィークネス。じゃあまあシールドオールでもしときましょうか。不況状態、これは自分を回復したしといた方がいいな。オッケーオッケー。あとはもう攻撃。おお、やる。モントレルのお姉さん強いじゃない。覚醒したか。爆炎のゴレアル。うぬぬぬぬ、また冒険者が来たのか。おお、四天王の一人。もう四天王三人でやったよこれ。いや、そのポックリもなかなか悪どいよね。自分ではやらずに人にやらせるっていうのが。おお、ゴレアルさん、音楽もなかなか。じゃあスキル挑発して、ゴレアル攻撃だったら防御してみせましょう。効くねー。マグマだの、マグマバード、味方全体。賢者の石でちょっと自分回復。あー、結構食らうねやっぱね。メガヒールルカパット、ここはメガヒーラー打っときましょう。オッケーオッケー、攻撃ルカパッドはオッケー。津波さんにはでかい技打ってもらいたいので、ユニコーンの角をしっかり使う。インフェルノソードゴレアルだったら、ここは賢者の石を使いましょう。オッケーオッケー、いい感じ。味方全体か、まあユニコーンの角を使っておくに限るかな。オッケーオッケーオッケー、もう、うん、ルカバと行動できるよね。だったらメガヒーラー打てない。あー、なるほどね。自分に使うか、ユニコーンのその1回。まあ耐えられ、うーん、耐えたね。やってくれる、いいよ。さすがサバイバルつけといた甲斐があったんじゃないかな。ユニコーンの角使って、ここじゃ魔法で、じゃあメガヒーラーしよう。メガヒーラーもう一回打てるぐらいには MP 欲しいな。インフェルノソード打ってくれるから防御しよう。おっしょ、OK。 172連戦は無謀だったか。それはしすぎ。つうか勇者候補何人いるんだよ。よし。お、力、おお、すごいね。